お世話になっております、マサルです。今回はノーティスについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずノーティスとは何か概要をお話しします。その後ノーティスの調査方法についてお話しします。それでは始めていきましょう。ノーティス、ナショナルオペレーション towards IoT クリーンインバーラメントは、総務省やインターネットプロバイダーなどが連携してサイバー攻撃に悪用される危険性がある機器を調査して注意喚起を行う取り組みです。調査対象は日本国内のグローバル IP アドレスでアクセスできる IoT 機器です。悪用される危険性があると判断された端末の情報は調査結果としてインターネットプロバイダーに通知されます。通知を受けたインターネットプロバイダーは利用者を特定し、電子メールや郵送などで注意喚起を行います。注意喚起を受けた利用者はノーティスサポートセンターなどの説明に基づき、パスワードの変更やファームウェアの更新などを行い、セキュリティ対策を実施します。具体的なノーティスの調査方法を見ていきましょう。ノーティスでは NICT がポートスキャンと特定アクセスコイを用いて調査を行います。まずポートスキャンによって調査対象の IP アドレスで稼働しているサービスを確認します。特定のサービスから認証要求があった場合、特定アクセスを試みます。特定アクセスとは、未来などの IoT ウイルスが利用する ID とパスワードの認証情報を利用して認証できるかを確認する方法です。認証された場合、脆弱な認証情報が設定されている機器としてインターネットプロバイダーに通知を行います。今回勉強したノーティスの活動によって、脆弱な機器に対して注意喚起を事前に行うことでサイバー攻撃に悪用される機会を減らしているということです。以上、今回はノーティスについて一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回はノーティスについて一緒に勉強しました。ノーティスの活動はポートスキャンや特定アクセスを行います。このポートスキャンからアクセスを試みるという流れは攻撃者と同じです。よってセキュリティ機器がノーティスによる通信を悪性の通信であると検知してしまう可能性があります。管理者からすると、検知した内容がノーティスによるものなのか本当の攻撃なのかを判断できないと困ります。そこでノーティスは利用している IP アドレスを公開するようにしています。これらの IP アドレスからポートスキャンが発生している場合はノーティスの活動によるものだと判断することができるため、管理者は対応しやすくなります。またそれ以外にもノーティスは特定アクセス用に利用する ID とパスワードの例も公開しています。つまりこれらの ID やパスワードは攻撃者が利用する認証情報とも言えます。皆さんはこんな ID やパスワードは使っていないでしょうか？もし使っていたら攻撃者のマルウェアに感染してしまう可能性があります。認証情報を変えるようにしておきましょう。それでは今回もおまけトークまでご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。